はい、おそれさんです。じゃあ大航海時代2闇商人の、クリアで続きをやっていきます。全補給結構ね、食料が金かかるんですね。さてと、まずじゃあ、比較的発見しやすいストーンヘンジを探しに行きます。ストーンヘンジはね、安いんですけどね、まあ、ほとんどの確率で見つかるので、まあ取っておくべきかなということですね。この辺は何もないかな。なんとここの辺り、あ、出ない出ないな。出ないとなると別の集落を探しに行きます。じゃあね、ちょっとアフリカ大陸を早速冒険しに行きます。アフリカ大陸にはですね、たくさんの、集落がありますのでね、その辺りを少しね、冒険しながら一旦また戻ってきてお金を作りつつ、そうですね、5万か6万ぐらい金貨が集まったら、長期航海に行きたいなと思います。出るかな。あと望遠鏡を買っとかんとあかんのね、忘れとった。いけるかな。この辺はね、暴風雨が多いのでね、ちょっと気をつけなきゃいけない地域です。まあ何もしなくていいか。補給、全補給、もう7800。微走行、お、来た。このまま放っておくと暴風雨にやられちゃいますので、上陸して待機します。待機してる間はですね、船に傷を入れたりとかっていうことが起きないのでね、必ず上陸しておくべきです。で、まあついでに探索して水があれば積んでおくと。この辺でも暴風が多そうだな。そろそろ出そうね。いやー、これね、長い時はね、10日とかね、それぐらい続く日があるんですよね。まあ案外早かったですね。よし、行こう行こう。あれ、なかなか港見つからへんな。アビジャン港で、こっちにサンジョルジュ。まだまだ行けそうですね。で、この辺に川があったかな。よし、さてと、集落を探せ。ないか。まあね、商人プレイとしてのね、貿易デビューは、ここしばらくやらないです。5年か6年ぐらいはね。あとね、その海賊行為をする時もですね、この主人公、アルはですね、あ、何も見つからなかったな。とにかく戦闘能力が低いんです。ベジータって名前つけてるのに。だからね、まあ運が良ければ楽勝勝ち、運が悪いと即死亡っていうような感じでね、やられます。だから結構ね、そういう面では
難しいかなと思いますね。うわ、やばい。食料ないときに、暴風かよ。大丈夫かな。あ、早すぎた。オッケーオッケー。早く帰りたい。よし、帰れた。補給、全補給。しかし金あっちゅう間に減りますな。よし、とりあえずこれで暴風の可能性はほぼなくなったかな。はい、集落発見。これはね、多分いけるかな。あ、いけた。ディオゴの石碑。ラテン語、ポルトガル語、アラビア語の3カ国語で、碑文の、刻まれた背の高いパドラン。うん。まあ、自分らで建てたってやつですね。よし、まずは幸先よく一つ目発見と。で、ここを行くと集落が確かあったと思うんですよね。はい。で、こいつがね、ちょっと厄介な集落なんでね、なんか怪物やったと思うんですよ。だから、まず先に奥まで行きたいと思います。ないか。なんかね、ネッシーみたいなね、白い生き物の噂の発見やったと思うんすよね。一発では無理かな。では艦隊銃でいけるかな。無理か。結構いったかな。25でいっとくか。あかん。40で。だいたい40でいけるんですよね。多くても。はい。モケレムベンベ。なんだそれ。テレコに今も生き残る、体長 4,5 メートルの恐竜。ほう、草食である。さて、うわ、やばい、食料がない。早く帰りましょう。艦隊1回行うごとに食料が2減ったと思います。あ、やばいな。いけるかな。この下に港があった。あったあった。よかった。不安だ。さてと、銀行ないかな。金が欲しい。なんぼ ?7000 あるか。まだ大丈夫ですな。さて、じゃあ、ちょっと一個だけ確認しようかな、あのことが。冒険者のね、経験値がだいぶ増えてきてるんですよね。1290。この各名声ね、貿易、海賊、冒険、これがまず1000になると、各国の総督とか国王がね、お前ちょっと来いやっていう風に、噂を流します。でさっきこのね、ベジータも、オスマンの国王だったかなに、ちょっと来いやっていう話をね、いろいろなところに流されてるみたいなんで、多分ね、このね、冒険の結果をよこせよ。じゃあ、爵位あげるぜっていう話になると思うんですよ。ああ、ダメダメダメ。ただね、それをやっちゃうとね、お金がね、儲からないんで、しばらくは。無視します。よし。で、これで、北側にある
集落を探索すると。ここね。はい、珍獣を発見。アルマジロ。まあ、これ有名な動物ですね。さて、出航しまーす。さて、どうしよっかな。もうちょっと、南下するか。まずね、地球一周をするんですけど、そのために、この船で行くか、新しい船をね、まあ中古でもいいんで、買って、ちょっとね、冒険する日数を、あ、なんだ、マーメイドか。あ、違うな。マストを見上げると、これなんていうんだ、ホケタや、足場綱の先に青白い、輪郭が輝いていた。輪郭でいいのかな。これは神のご加護がつくというイベントでした。よかった。なんかね、亡霊にね、水夫が持っていかれたりするとかね、そういうこともたまにあるんで。お、ケープタウン。あ、この辺にじゃあ、希望、あったー、集落。おっとっとっと。じゃあ、艦隊ですね。これでいけるかな。はい、遺跡。ディアスの石碑。バルトロメウ・ディアスにより、アフリカ最南端の希望号に建てられた石柱。うん。まあ、これは今でも残ってるはずですね。さて、ちょっとじゃあ、と補給してどこまで行こうかな。今回はとりあえずもう少し先まで行きますか。あと2つ3つね、集落を見つければありがたいんですけどね。いやー、詳細があるって言われて全然商売してないですから。古遺族。うん。アフリカ南部一帯に住む先住民。先住民を見つけるとですね、その先住民と一緒に暮らしたいという人が出てきて、スイフたちが何名か残るというふうになります。今も11名ね、残りましたね。どっかでスイフを補給しないと。まあ、いけるかな？いけるか。ソアラ湖。で、こっちにも、港が。あ、ない。ちゃうかったか。で、もう一つ、この辺に、ありますね。というか、ちょっと望遠鏡欲しい。遠くを見たい。えらい近寄らんとね、今、港とか見つからないですからね。アイテムショップないよな、でも。ないね。ってことで、スイフを補充しまーす。いや、大丈夫。3名。3名で十分よ。22人。これでいこう。補給するの忘れた。まあいいや。もうちょっと進みます。もうちょっと進んで、あ、モザンビーク。あっちはちょっとほっときますね、今。もうちょっと進んで、一旦リズボンに
ポルトガルに帰りたいと思います。モンパザ、マリンディ、ないかなぁ、ないかなぁ、モガディシオ、もうでもだいぶあれですね、公開能力が上がってきるんでスピードが出るようになってきましたね。まあある程度の公開レベルがあれば、これぐらいの小さなね船は、簡単に運転できるようになります。まあ、これがねまた大きなね船になってくると、今の公開レベルだと運転がしにくいですね、おそらく。うん、アイテムショップ売ってねえかな、望遠鏡ない、これプレゼントね、財宝、ノンノンノン、高いわ。じゃあまあ出るかも。補給、さてじゃああと北側を、公開して今回は終わりたいと思います。この辺にもね、確かね、港と集落があったはずです。というか、このね、アルは商人なんでね、冒険者の能力そんなに高くないんですよね。カイロ湖。まあ、ないか、集落。見つからないな。まあ、しゃあないか。お、あったあった。よかった。これなんだろう、植物、パピルス、紙の材料ですね。紙の材料というか、昔紙に使った植物ですね。メッカ、有名なところですね、これは。よし、じゃあこんな感じで一旦ヨーロッパに戻りたいと思います。アデンコもう一個ぐらいあるか、まあいいか、ここでじゃあ終わっておきますね。さて帰るのがね、何もないですからね、まあ、暴風雨にやられないようにして無事に帰りたいと思いますけど、うん、まあ、変えるのはカットにしましょうか、うん、だいぶでも早なったな。よいよいよいと、港見つかったら入りたいんですけどね。このゲームは、いつやったかな、中学生ぐらいの時にやったと思います。はい、もう大体それで年齢がねバレちゃうんですけど、うん、だから世界のね、地理っていうのはこれを元に覚えたような気がします。というかおそらくそれで覚えましたね、うん、楽しみながらね覚えるという意味で結構役立ちましたね。まあ、日本国内であれば桃太郎電鉄ですかで、世界ってなるとこの大航海時代で、地名をね覚えた人っておそらくだいぶいるはずだと思うんですよ、うちらの世代って、うん、まあ、僕もその世代の一人なんですけどね。だいぶお世話になりましたね、これは。場所だけじゃなくてね、こういうものが特産品であるとか、
こういう風なものが歴史的にあったりとかね、まあ、財宝とか遺跡とか見るとそういうのが分かりますよね。いや結構長いな。なんもないか。お、暴風。27か。補給なしで帰れるかな？うん。9月か。9月多そうですね、暴風。うん。ダメね。ちょっとね、ゲームキューブのコントローラーのね、ボタン配置が違うんですよ、これ。うん、そうよね。これバーチャルコンソールでね、800円で売ってるんですよね、このゲーム。発売当初はですね、スーパーファミコンで12,800円だったかな。で、定価で売ってましたよね。1万円するんですよ、ゲームソフトが。で、僕はこれを中古で買ったのかな。あ、やばい。うん、いけたいけた。危ねえ。それでもね、5000円ぐらいしてたはずです。うん。お年玉とかをね、貯めて買いましたね。なんで買ったのかな、このゲーム。あー、思い出した。音楽がね、菅野陽子さんなんですよね。今、アニメの音楽とかよくやってますけど。うん。菅野陽子さんが、信長の野望とか、大航海時代の、まあ、光栄のゲームのコンポーザーとして音楽を作ってたんですけども、まあ、それをね、聴きたくて、このゲームを買ったのも一つやったような気がします。うん。まあ、実際買ってみてね、遊んだら結構面白かったですね。はい、ということで、ポルトガルに、リズボンに帰ってきまいりました。まずは撃っとくか。おお、これはベザス様。お、6つある。7500。アルマジロ、6250。中途半端な。モケレンムベンベ。読みにくいよね。お、奮発して金貨17,500円差し上げましょう。あんな高かったか。はい、1万枚。小遺族。1万枚。うん。で、パピルス。7,500。はい。これでね、多分5万枚は軽くいったんじゃないのかな。62,400。うわ、冒険者レベルも4220の名声。レベルじゃないな、名声ね。レベル7か。はあ、結構上がったね。さて、結構ちょっと長く遊んだので、今回はここまでにしたいと思います。次回はですね、どうしよっかな。ちょっと考えます。そろそろ、世界中を航海しても大丈夫なような気がするんですよね。もうちょっとお金いるかな。とりあえず5万枚を預金と。あ、望遠鏡買っとかんとね。うん。はい。ということで、今回はここまでにしたいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。